私の生きたいが見つかる。皆さんこんにちは。ロープビュー全国の社長をしている渡辺です。本日は遠からの風景が綺麗なロープビューふるさとの旅をご紹介します。今2年半乗務してますけど、最初の頃は私も乗務しながら景色楽しんでましたね。雪の景色とかもトンネル抜けて開けた時に真っ白に広がってて結構お気に入りです。やっぱりお蕎麦ですかね。一緒に働いてた友達もお蕎麦は違うって言ってくれて、水が張ったぐらいの頃の水田も太陽を反射したり、あと夕方になれば夕焼けでちょっとオレンジ色になったりで綺麗ですし、秋になればやっぱ稲穂がいっぱい広がってるので結構黄色っぽくてキラキラしてます。長野に来てね。